FC ギルのウクライトです。今日はコウ選手とギッフィーと一緒にクイズを出し合って、僕たちのことを知ってもらえたらなと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。それじゃあギッフィー、1問目お願いします。チーム1、性格が乙女な人は、うわー、なるほど。チーム1、性格が乙女な人？お前ならわかると思うよ。本当に？わかるよ。え？誰？これわかんなかったらもう仲いいって言われないよ。本当に言ってんの？どういうこと？本当に言ってるって。本当しかないでしょ。こんな人いるっけ？まあまあ、これだと思う。OK。なんだ、わかんないな、自信ないな。勝負かかってるからね。そうだね。うん、ちょっと難しくない？1問目。そうか、もっとむずいと思うよ、他のやつじゃ。だろ。いいよ。じゃあ、こうくん、はい、答えをお願いします。せーの、ドン。あー、なるほど。もうその正解、その反応はアウトじゃないか。さあどうでしょう。まあプレーとのギャップというか、プレーはちょっと激しいんですけど、まあ一個年上ということで、まあなんか可愛く、ちょっと懐いてきてくれてるというか、まあ可愛いんですよね、とりあえずハムは。だからハムじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうでしょうか。じゃあギッフィー、答えを教えてください。あー、剣聖ね。剣聖でしょ。剣聖じゃない？乙女？ハムはね、可愛いけど乙女じゃないじゃん。ちょっともうちょい詳しく教えてください。ああ、まあ、まあさ、最初さ、俺らが入団してすぐとかさ、剣聖なんかめっちゃ、なんか怖いっていうかさ、すごい冷たい感じじゃなかった。人見知りだからね。そうそうそう。俺ら人見知りってそんな知らなかったからさ、もうなんだ、なんか関わりづれって思ってたけどさ、もう1年間やってみてさ、あの冷たい感じからさ、何、たまに見せる可愛らしさがさ、乙女かなと思った俺は。美味しいカレー食べてお前らに食べさせたいなって思ったって言った時とかね。そう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 、とか。まあ、まあそうね、まあ、乙女、うん、じゃない？そんなことない。まあまあまあ、そうだね。いや、先生ってね、ちょっと。あ、いいっすか、もう。第2問、ギフィ、お願いします。ギフィ、手。あれ？こんぐらいのレベルだと思ったよ、1問目は。俺のチャームポイントはね。うん。なるほどね。すごい見るじゃん。すごい見るじゃん。チャームポイント探してんだよ。チャームポイント別に顔じゃないかもしれんじゃん。ああ、確かにね。OK っす。
いいですか、出して。いいよ。出します。これです。顔にあるほくろです。あー、そっちか。なるほどね。それしかねえよ、お前のチャポイント。何でもあるだろ。じゃあ、ギッピー、答え教えて。なーし。おめでとうございます。まあ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 。ね、そうですね。もうほぼ毎日と言っていいほど顔見てるんでね。俺はもうね、まあ、それ問題にするのっていう感じっすね。そんな、うん、いいね。はい。うん。イフィ、次の問題お願い。岐阜と言ったら一番最初に思い浮かぶのは FC 岐阜以外。おお、シリア。フクション。岐阜と言ったら、え、そんな難しいか。だってお前の考えに合わせなきゃいけないでしょ。そうだよ。マジでこれむずくない？難易度高くないお前の。いいよ。そう。マジ？うん、できた。まあ、多分こっちでしょ。こっちでしょ。と言ったら、これです。トム。ゲロ温泉。ゲロ温泉。はい。ちなみにゲロ温泉は行ったことは？ないです。あ、ないんですか。はい。けど、ハヤテならこう書くんじゃないかなっていうふうに思いました。それは なんでですかね。最初、飛騨牛かなっていうふうに思ったんですけど。ああ。まあなんか温泉好きそうだから。うん。しました。なるほどね。はい。あ、いいかな、答え。じゃあ、ギフピー、答え教えてください。マジ頼む。白川郷じゃん。なるほどね。だって、岐阜来て初めて岐阜っぽいとこ行こうってなって言ったのに白川郷じゃん。でしょ。そうさ。はい。そうだ。二人じゃないけど行ったもんね、一緒に。そうだよ。白川郷でしょ。ちょっとなんかむずいな。俺のこと分かってたら分かるって。いやいや、その上から来んなよお前も。だ俺一問合ってるから。簡単な。じゃあ次の問題いきましょう。あ、はい、ギフィ、次の問題お願いします。うわぁ、ハヤテの口、ね、自分のことですから、これは分かってないとダメですね。なるほどね。え、どれだ。選択肢はあるのね。あるある。最近のやつか、一昔前のやつか。流行りとかあんの、口癖に。あるね。でも、こうだから、多分こうはね、うん、こっちだな、絶対。書きました。いきます。お願いします。とか言って。おー、そっちね。とか言って。なるほど。これどういう時に言ってる俺。いやもう常に。例えば。いやちょっと待って、まずそれ何。いや言ってるから。まだ答え出てないんだから。答えまだ。じゃあ合ってたらそれ
それに絡んだことを言ってくれたの？いやいや、まあまあまあ。絡んだ。まあ、そんなのないけどね。C のしかない。それじゃ答え見ます？先に。やっぱな、分かってるよ。なんかすごいね、分かってるね。うん、分かってる分かってる。俺だよ、だって。まあ、一昔前の口癖は何なのじゃあ。一昔は、あ、嘘。これっすね。うん、あ、嘘。あ、嘘。うん、最近とか言って、ばっか言ってるね。それを注意したら、ああ、消されたわ、今。え、何？それを、ああ、嘘を注意したら言わなくなったんだよね。意識しちゃった。ああ、そうね、意識しちゃった。そしたら、とか言ってが気になるようになってきたよね。うん、そろそろ変えていかないとなと思ってる。とか言って？うん、もう5月、もうちょいで5月だから、うん、まあ5月ぐらいには変えていこうかなって思ってる。関係あんの？それ、5月と。まあ、そうだね。月始めとかやっぱ変えていこうかなって思って、俺は。なるほどね。うん。で、次行こうか。はい、次行きましょう。はい。じゃあ次の問題、お願いします。やばいな、当てないと。2-0 だよ、今。はい、ドン。最近僕が一押ししている女性芸能人は？これわかるよ。言ったよ。最近？最近がいつなの？日にち書いてよ。最近じゃん。最近？これしか思い浮かばないの。はい、これしか思い浮かびませんでした。ここら辺で1個当てときたいね。そうね。もう今前半、もうあれ、40分ぐらいだと思うから、多分。うん。今2問目だから、うん。2-0は結構きつい。じゃあ行きます。はい。好きな人はこちらです。ゆうきまおみさん。何その反応。え？ゆうきまおみさん？ゆうきまおみさん、ゆうきまおみさんでしょ。ああ。まあ、キャンプの時に、まあ、聞いたら、なんかこんなこと言って、初めて、あ、そうなんやってなって、まあ、印象に残ってるから、うん。キャンプ、あとは聞いてないんよね。ああ、そっか。だから最近がちょっと、どこの部類に当たるかわかんないんだけど、まあ、うん。これだと思います。ギッフィ、答えお願いします。マジで頼む。お、嘘じゃん、絶対。言ったよ、俺言ったよ。最近気づいたって言ったじゃん。気づいたぐらいじゃん、でも。で、一押しじゃん。あ、ちょっとゼムさんから電話来たんだけど、どうしよう、これ。出て。ちょっと待って。出ていいよ。出ていいですか？うん、出ていいよ。マジか。戻しました。はい。じゃあ次の問題、ぜひお願いします。試合前日の2人のルーティーンは、ちょっともうちょい難しい。なるほど。すればよかったかな。2人のだからね。2人の。じゃあいきます。はい。これっす。じゃん。うなぎを食べる。なるほどね。それもあるね。それも？
そうなんですか。これしかないだろ。二人のルーティーンはこれしかないよ。そのエピソード話してよ。ん？それについて、なんでその回答をしたんですか？この回答した理由？まあ、去年の開幕戦の前に、なんでうなぎ食べれちゃったんだっけな。まあでも去年の開幕戦前にうなぎ食べに行って、まあ、開幕戦勝って、あ、これちょっといいんじゃないかっていうので、毎試合前は俺は食べてましたけど、どうですか？どうですか？答えってこと？うん、あの、こうはどういう、あ、まだわかんないから答え。うん、じゃあとりあえず答えにしてみる？うん、俺はそう思ってたけどね。じゃん。はい、3-0。ハットトリックですね。まあまあ、まだ、あ、もう後半か、あれ？でも今、後半立ち上がりかな。あ、うん、まあ、まだ、巻き返せる。ハーフタイムで気引き締めてこないと、お前。まあ、さっき言った通りですね。これは。でもね。うん。なんでうなぎ行こうってなったか。なんでだっけ？開幕戦前食べたの？え？開幕戦前は2人で食ってないんだよ。あ、そうだ。開幕戦じゃねえよ。いつだっけ？俺が開幕戦前に食べたの。あ、こうが食べて、で、行こうやって誘ったってことか。そうだ、そういうことだ。から、そうなったんだろうね。うん。はい。OK。じゃあ、ギフィ、次の問題、お願いします。お願いします。はい。入団してから今まで一番印象に残ってる出来事は？入団してから今まで一番印象に残ってる出来事？俺ってさ、あの、いいよ。これちょっと結構幅広いから。幅広いよね。から、まぁ、ちょっと質問は受け付けますけど。質問？ちょっと幅広すぎるなと思って今聞いてみたら。でも、俺はこれが一番だなっていう。これ、いや。4問目？これ、4問目か。4問目。ラストだね。これ最後。まあ、これは最後に持ってくるだろうっていう感じかな。逆にすごいこと起きてる説はないかな。どういうこと？これ、いや、ちょっとじゃあ、はい、書きますね、とりあえず。いいの、わかんの、それだけで。でも、2人のってことだもんね。あ、2人のじゃない。2人のじゃない。あの、かかってるよ、こうも。同じ気持ちっていうか、同じ印象に残ってるってこと？そうかな。でも俺の方が強いかな。ちょっと出ないな。これ何、サッカーですか？以外ですか？以外ですね。以外？はい。え？もうわかんねえや、それ。サッカー以外か。なるほどね。わかった？はいはい、わかったわかったわかった。これしかないよ。俺そんな関わってないもんね。まあまあ、かかってるかかってるけど、まあそんなね。いや、もう言わないで、何にも。かかってないもんだって。かかってないことはないでしょ。あ、去年のキャンプ中のテスト。なるほどね。はい、これでしょ。何それ。どういうこと？去年のキャンプ中に、あの、一番きつい時期に、あなたの大学のテストで抜けたじゃないですか。うん。これは、あの、で、それで、キャンプをなんか集中できてないとか、なんとか、っていう話を。言ってねえやん。そんなこと言ってねえやん。頭いっぱいだったって。あ、でもそれは言ったかも。まあ、卒業かかってたからね。うん。だから今となっては、まあ、笑い話というか、当時はやばかった話で、で、印象に残って、ね、まあ、その単位落としてたら卒業できなかったからね。って思いました。まあ、あの、これだけな、あの、多分流されると、ちょっと俺がバカな人みたいになるんで、あの、まあ、計画的に単位をわざと一つだけ残しといて、まあ、就活する予定だったので、っていう理由があるんで、っ
ていうのもあのちゃんと入れてください、これ。あのカットしないでください。入れてください、これ。カットで。いや、カットだし、ね、これ入れてください。ちゃんと入れてください。はい、これはもう正解ということでね、ギッフィー、じゃあ、教えてください。あーい、これだよ。これでしょ。いやこれじゃない？待ってよ。印象に残ってるってそういうこと？まあ、そうか。やばいでしょ、だってあれ。なんであの卓球。いや、自分の口でちゃんと説明してよ、さ、一から。あー、じゃあ、この答えの説明をすると、まあ、相原選手と、まあ、些細なことで、喧嘩をしてしまいました。で、まあ、この状況はダメだと。中島選手と柳沢選手が、この状況はダメだということで、まあ、ある日、卓球場に呼ばれたわけですよ。で、まあ、最初はまあ、ダブルスでやってて、俺とコウが同じチームでやってたんですけど、で、まあ、まあ、雰囲気もあんま良くなかったので、まあ、これじゃあもう仲直りしようっていうことで、二人でタッグ組んで、相原選手と。で、卓球をして、なんかそれ勝ったのかな？コートを牽制に。うん。勝ったね。卓球台をかけて、卓球台を借りてるお金をかけて、勝負して、で、俺と相原がチームで、まあ、見事勝って、まあなんか、自然とハイタッチするようになってですね、その時に。1ヶ月話してないのに。はい、1ヶ月話してないのに、まあ卓球で、まあ仲良くなれたっていう話で。まあでも、補足させてもらうと。あ、はい、危ねえ。いいよ。なんだろうな、その、相原選手と見事勝ったみたいな感じで言ってるけど、はい。やっぱ、県政の、気遣いだからね、あれは。ああ、なるほど。うん、なるほどか。うん、そう。そうだよ、本当に。わざと。そうなん？うん。二人ハイタッチを目的とした接待卓球をしたんだよ。ああ、だから、あそこで空振ったのか。おいおい、言うな、言うな。こんなとこで。こんなとこで言うなよ。こうは普通にあんま上手くないっていう感じだったよね。だから、うまいってことね。逆に演技がうまい。下手にすんのできないから。ああ。うん。じゃあ次の問題いきましょうか。はい。次の問題難しいよ。分かったよ、これ。これ最近話した気がするんだけどな。そうかな。うわ、下手くそだな、お前。そうかな。話したっけな。でも、これを持ってくるあたりがお前らしいよ。いや、なんか、知ってるみたいなやめろよ。俺のこと知ってるみたいな。一番知ってる俺が。今、3-0？ 4-0 だよ。4-0 だっけ？もう、違うでしょ。今これでこう、1点入れられるかどうかでしょ。はい、3-0で、変えてもたんね。あ、そういうこと？うん。これはね、難しいですからね。まあ、確かにな。2人がってことだよ。あ、2人が？うん。まあ、俺がでもいいけど。まあ、お前はわかんないけど、俺が。まあ、多分2人だな。よく話すからね、これは。これでしょ。はい。いきます。いいですか？はい。お願いします。開幕戦で会場に着いた時のファンサポーターの時の声援。なるほど。バス降りた瞬間、バスのドアがパーンって開いた時の、大きな声援。俺はそこ鳥肌立ちましたね。なるほどね。うん。じゃあ、答えの方お願いします。これはね、
これについて話してくださいよ。俺が話すの？うん。ラジオでも話したけどね。うん。まあ、あの、開幕戦でね、緊張してる、まだデビュー前の俺らがバスで会場について、まあ、イヤホンで音楽聴いてたんだけど、うん、音楽の隙間から声援が聞こえてくるぐらい大きい声の声援が聞こえて、まあ、イヤホン外してみたらもう大観衆で、二人でこれやばいなって話をして、まあ、バスをこう降りたんですけど、まあ、まあ、歓声を聞きながら鳥肌ぶわーっと立って。立ったね、あれは。やっぱ、これはまあ、二人のね、まあ、これかと思ったんだよ、さっき。ああ。話で。だから、おい、これちょっと奇跡が起きたかと思って。逆にこっちがいいなと思ったんだけど。うん。ごめん、ごめん。ごめんな。うん、深く考えちゃった。うんうん、なるほどね。まあ、それが最後でよかったわ。あの、相原なんかで終わんなくてよかった。あぶねえ。これでしょ、やっぱり。うん、これだね。ということでね、試合終了して、4対0で、僕が圧勝ということでね、ありがとうございました。いやいやいや、まあ、でも、えまだある、ね、でも、圧勝じゃなんか、なんか物足りないし、あのつまんないな。どう？俺はちょっと物足んなかったかな。だからギッフィーが言ったりしてんじゃないの？なんか。ギッフィーが。ああギッフィー、何？ああ、なるほどね。あギッフィーから問題ね。ああ、今だと、まあ、お互いの問題出した公平じゃないからね。ギッフィーが。ギッフィーから俺らに出したら公平だと。ああ。で、それでかそれ正解したら5点。ああ、5点ね。まだ逆転できると。なるほどね。ああ、いいじゃん。そう負けたらなんか、罰ゲームがあるの？あ、じゃあ負けたら罰ゲーム？これ正解しない。ギッフィー何それ？え？負けたら投げキッス？投げキッス。あ、マジ投げキッス。これ、俺、生えてるの見たいな。いや、これ、あの、これ、投げキッスか。じゃあ、ギッフィー、問題、最終問題、お願いします。ギッフィーのお腹の色は何色？そんなんすぐわかるよ。え、どういうこと？中ってこと？服の中ってこと？あー、え、服の中？え、これ俺は俺があれだよね、外した時点で俺負けだよね。 4-0 両方外しても負けたもんね俺。あ、そうだね。そうだね。マジか。まあでもこれは簡単でしょ。わかるよ、これは。うん。二人とも二人とだった瞬間も。これ引っ掛けか？まあいいや。もうやだ。本当にやだ。じゃあ、二人と同じだったらダメだもんね。そうね。いきます。いっせーので。お、割れたね。違うね。え、緑？ピンクじゃないよ。だってね、あのギッフィーはレンゲソウをイメージしてあるわけよ。だから顔が花なのね。で、体はやっぱあの、こう肩の色だと思うよ、俺は。この。あ、なるほどね。じゃないけど、わかる？俺はなんかね、なんかのイベントの時にチラッて見たらピンクだったんだよな。嘘つけよ。本当に？うん、あれギッフィーじゃないかな、あれじゃ。
で、じゃ誰だよ。じゃあこれどう？いや割れたね。これあるぞ。いいですか、じゃあ。じゃあ聞いて。お願いします。めくってくれんのかな。黒。え、黒だっけ？もう一枚あるでしょそれ。え、黒？あれ？あれ柳沢くんレンゲソウ？あれ？レンゲソウ？え？採用した方がいいんじゃないかなこれ。どうよ。マジか、うん。じゃあってことは4-0のまんまってことか。ってことは僕の勝ちですね。やばいやばい。じゃあ、ね、この後ね、柳沢選手のね、投げキッスがあると思うんだね。メイキッス、え？メイキッスなんてしたことないぞ。さすがやん、お前。いつもやってんじゃん。やってねえだろ、お前。車でいつも帰り、練習の帰り道、別れ道、いつも俺にしてくるじゃん。よくない、よくない、そういうの。信じる。やばいね、これ。危ねえ。え、もういい、いいっすか？おい、取るな、取るな。じゃあ、OK っす。はい。いきます。いつも応援ありがとうございます。これからも、応援してください。これやばくね？やべえ。やばいよ。よかったー。家で一人よ、これ。大丈夫？うわあ。危ねえ。絶対見れんやん、もうこれで。自分のこの回。黒歴史。じゃあ、以上。僕の4-0で僕の勝ちで終わりました。コウ選手の投げキッスはいかがでしたでしょうか。またやってもらいたい方がいればね、このコロナが終わって練習が再開されたときに、ファンサゾーンで言えば多分やってくれるのかな、多分やってくれると思うんですけど、まあ、そこはコウ君にお願いして。ここでやったから ね、逆に。やってない、ハヤテのやつを見たいんじゃないかな、みんなは。まあまあ、それは置いといて。うん。で、まあ。このゲームで分かった、ね。このゲームで4-0ってことは、やっぱり、うん、俺のことをよりハヤテが知ってるってことだよね。俺の方が知ってるってことね。だから、俺のことをハヤテがいっぱい知ってるってことは、うん、やっぱり、ハヤテの片思いってことがやっぱ分かったの検証だったね、これは。あー、それもあるし、なんか俺はちょっとなんか寂しかったかな。好きじゃん、うん、俺。俺ばっかだったからな。そうだね。じゃあ、もっと、生えてること知れるようにね、頑張ります。うん、そうだね。じゃあ、これからも頑張っていきましょう。はい。はい。ありがとうございました。ここで、以前に、Twitter で、いただいた質問を答えていきたいと思います。じゃあ、こう、はい、質問をじゃあ選んで何かお願いします。じゃあいいですか、一人目というか、一個目の質問。自分が女性だとして、FC 岐阜の選手の中で彼氏にしたいのは誰ですか？うん、こう。おい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 。早っ。ちょっと赤くなっちゃった、顔が。え、これ、え？赤くないよ、もともとだよ。これ質問だから普通にいいんですよね。問題じゃないですよね。うん。うん。まあ、こうかな。確かに、まあ、そうなっちゃうか。うん。俺は誰だろうな。誰だろう。
あ、難しくなってきてる。難しくなってきてるね。まあ、富樫君かな。はい。そりゃ 4-0 だよ、お前。そりゃ 4-0 になるわ。まあね、あの人常識人なんでね。いや、どこだよ、あの人。頑張ってふざけてるから、あの人は。ああ、実は。あの人頑張ってるからね。ああ、確かに、それはわかる。やっぱすごい可愛いとこがあるからね。うん。あえてではないと。はい、じゃあもっと頑張れよ。うん、頑張れよ。質問いきます。はい。はい。ファン、いきます。ファン、サポーターからもらって嬉しいものは何ですか？ああ、嬉しいもの。じゃあ僕から言っていいですか？うん。嬉しいもの。そうっすね。まあ今、自粛期間中で温泉、まあ今だったらね、今だったら、温泉とか行けてなかったり、まあ今後もどうなるか分かんなかったりするので、まあ、入浴剤とか、まあ、あとはまあ、そんな感じの回復、体のケアみたいな感じのものをいただけると、まあありがたいかなっていうふうに思います。ああ、ね、なるほど。はい。確かに。俺は、なんだろう。まあ、カフェとか好きなんで、で家でも結構コーヒーとか飲むんで、もうなんかコーヒー、甘くないやつがいいですね。甘くないなんか、コーヒーの、なんか粉末の、もうお湯入れてすぐできるようなやつとか、なんかそういう手軽な、はいはい、うん、カフェセットみたいな、そういう感じのが嬉しいですね。なるほど。だそうです、皆さん。はい。次いきますね。次いく？うん。じゃあ、次の質問。好きな女性のタイプは？うん。好きな女性のタイプね。はい。髪型、仕草などだそうです。じゃあ、俺からいくわ。次は。はい。まあ、髪型は、まあ、そんなにあんまこだわりないですけど、まあ、その子に似合ってれば。そうね。似合っていいか。俺は。でも、仕草は、仕草。なんだろう。まあ、性格ではないかもしれないけど、好きな女性のタイプ、うん、タイプか。まあ、でも好きになるには、俺は、まあ、みんな、そうかもしれないけど、なんか尊敬できるところがないと好き。ああ、なるほどね。思うから、確かに尊敬できる人かな、俺は。ああ、尊敬できる人。うん。うん。まあ、俺も多分そんな感じだと思うけど、まあ。ダメだよ。ん？ん？まあ、自分に、厳しい人？自分が決めたことは、なんだろう。なるほどね。うん、自分で決めたことはちゃんとやる。諦めないとか、かな。じゃあ最後。はい。今シーズンの目標は？今シーズンの目標。目標は、まあ、一年通して試合に出続ける。うん。が目標ですね。じゃあ、具体的な、じゃあ僕の目標は、具体的な目標は、まあ、昨シーズンアシストが2だったので、今シーズンは2桁アシストと、
まあ、昨シーズンは無得点だったので、まあ、プロ初ゴールを目指していきたいなっていうふうに思ってます。うん、いいね。まあ、厳しい状況ですが、まあ、皆さんで一緒に乗り越えていけたらいいなっていうふうに思ってます。頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい。バイバイ。バイバイ。